ウィリーナ・ナウールスはアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した元バスケットボール選手。テキサス州ダラス出身。前世紀をニューヨークニックスで過ごし、キャリア終盤はボストンセルティックスにて3度の優勝に貢献した。カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学卒業後、1956年の NBA ドラフトにてセントルイスホークスから指名を受けて、 NBA 入りを果たす。迎えたルーキーイヤーはシーズン序盤でトレードに出され、ナオルスはキャリアの大半を過ごすニューヨークニックスに移籍した。このシーズンは10.1得点8.7リバウンドを記録した。ニックスでの2年目以降はリッチー・ゲイリンやケニー・シアーズらと共にチームの中心選手として活躍。 1957から58シーズンは18.1得点11.8リバウンドの平均ダブルダブルを達成し、オールスターにも初選出された。1959から60シーズンには21.4得点14.2リバウンドと得点アベレージを20点に乗せ、以降3シーズン連続で、アベレージ20得点10リバウンド以上を維持し、1961から62、 シーズンはキャリアハイとなる25.0得点11.6リバウンドを記録している。またこの時期ナウルスはアメリカの主要プロチームの中では初となる黒人キャプテンとしてチームを支えた。しかし当時低迷期に入っていたニックスは彼の所属期間中プレイオフに出場できたのはわずかに1回のみと浮上の機会を見出せなかった。そしてチーム内で ジョニー・グリーンが台頭を見せたため、ナオルスは1962から63シーズン中にサンフランシスコ・ウォリアーズにトレードされた。さらにシーズン終了後にボストン・セルティックスに移籍する。黄金期を迎えていたセルティックスでは、トム・ヘイン・ソーンのバックアップとしてプレー。自然と成績は交代したが、ナオルスはセルティックスでの3シーズンで3度の優勝を経験した。 また1964年12月26日にはヘインソーンが負傷したため、ナオルスは先発に昇進。この時の先発メンバーは、ビル・ラッセル、ケイシー・ジョーンズ、サム・ジョーンズ、トム・サンダース、そしてナオルスと全員が黒人であり、セルティックスは NBA 初の先発全員を黒人にしたチームとなった。ナオルスは1966年に、 現役から引退した。NBA 通算成績は10シーズン716試合の出場で11,305得点6,508リバウンド、平均15.8得点9.1リバウンドだった。ありがとうございます。